大臣の後援会長は、鈴代の元副社長で、現在の相談役であること、なぜこの交付金を知らなかったのか、ご説明くださわれわれがここの問題で、決して政治家がです、ね、口を出してはいけない望月環境大臣と上川法務大臣がそれぞれ代表を務める自民党支部は、地元企業の鈴代から、 2011年と2012年にも補助金の交付決定後1年以内に献金を受けていました餅月大臣は補助金の交付は知らなかったとした上で国が交付を決定したものではなく違法性はないという認識を示しました